YouTube をご覧の皆様こんにちは、ワイパーの中村です。鈴木です。はい、はい、久しぶりの再入荷です。はい、今回ご紹介するのはワイパーインクの M47 カーゴパンツの後期型。はい、はい、お待たせしました。そうですね、はい、これは結構本当久しぶりの再入荷です。ですね、はい、はい、でですね、当店、まあ、M47 フランス軍のヴィンテージを代表するカーゴパンツのですね、47カーゴをですね、前期と後期リリースしているんですけど、はい、今回こちら再入荷したのはヘリンボーンツイルを使用した後期型になります。はい、はい、まあ、これに関してはですね、まあ、結構すでに現在も販売中なんですけど、うん、いいサイズはほぼほぼ欠品してしまっているというような感じで、はい、待望再入荷待っていた方も多いんじゃないでしょうか。はい、はい、ということで今回ですね、新たに新色も仲間入りしたということで改めてご紹介をしていきたいと思います。はい、はい、ということでこちらですね、 M47 の後期型なんですけど、まあ、M47 という通りですね、フランス軍で40年代から採用されていたカーゴパンツになりますね。はい、はい、ユーロミリタリーの昨今のブームの火付け役ですね。やっぱ米軍で言えば M65、うん、フランス軍なら47でしょうみたいな感じですね。はい、そうですね、はい、まあ、前期型も前期型で結構タフなコットンの質感で非常にいい仕上がりなんですけど、はい、このヘリンボーンツイルはですね、より履きやすいすっきりした、うん、すっきりとした生地感サイズ感になっております。はい、はい、まあ、ということでこちらですね、ちょっと実物があるんで持ってきたいと思います。はい、はい、これがですね、なんと実物のデッドストックになりますね。うん、はい、でこれですね、カラーとしては、まあ、オリーブ寄りのものになります。はい、でそれをですね、忠実に今回ワイパーインクで再現したと。これはですね、全く分かんないじゃないですか。すごい、しかも一般的に結構ブラウンのイメージが強い人いると思うんですけども、はい、その中でも希少なオリーブの個体をサンプリングして忠実に再現している。はい、素晴らしい。そうですね、はい、まあ、47結構実物お持ちの方もいらっしゃると思うんですけど、うん、結構色がばらつきが大きいですよね。はい、で今回ワイパーではこのオリーブ系のカラーでリリースをしております。はい、ただこれですね、ヘリンボーンツイル非常にですねこだわっています。はい、まあ、これは前回の動画でもお話ししたと思うんですけど、うん、この糸の織機の段階から、はい、もう通常の織りではないんですよね。はい、あえてこの糸2種類の糸を交互に織ることによって、これがですね、洗いをかけるたびによりどん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 ヴィンテージっぽくなっていくと。まあ、今現在って結構その品質の安定性を保つために綺麗に整えて織ることが多いんですけど、はい、あえてそういう乱れるような感じに経年変化をしていくっていうような生地になっております。なるほど、そうですね、確かに昔の、まあ、T シャツでも何でもそうですけど、雑な作りが逆に難しいみたいな。そう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 、この今になるとですね。そうなんです、それをあえて雑にした。そう、あえていい意味のね。そうそうそう、そう、難しいんです。難しいんですよ、もう今はもう綺麗にこう縫製するのがもうベタなんで、はい、逆に粗くしてくれって言ってもそれできないよって感じですもんね。はいはい、結構これ試行錯誤して洗いを繰り返していい感じになるっていうのを繰り返して出来上がったオリジナルのヘリンボーンツイルになります。はいはい、まあ、というわけでこちらのオリーブの他にはですね、まあ、前回からリリースしている通りブラックと、これまた使いやすいナチュラルの3色になっておりますね。はい、うん、そして今回ですね、今私が履いているこちらのカラーも新たに仲間入りします。ネイビー。はい、はい、はい、じゃん。さあ、実はですね、これネイビーなんですけど、はい、ヴィンテージの個体でも実は存在するんですよ。ネイビーが。はい、まあ、これがですね、後染めであったり先染めであったりとか様々存在するらしいんですけど、まあ、結構その個体としてはですね、非常に珍しいカラーバリエーションになっています。うん、はい、で実はこれですね、私この47をですね、サンプルで制作した段階でできたカラーで1回ネイビー作ってたんですよ。はい、でただそれはですね、実際当初のリリースにはカラー展開としては含まれてなかったんですよ。うん、ただなんか個人的にすごいこのネイビーのカラー綺麗だなと思っていて、はい、以前、僕らのライブ配信でちょっとサンプルを店舗で放出しますよっていうようなイベントしたことがあるんですよ。はい、でその時にこれちょっと出来がいいからどうしようかなって思ったんですけど、思いっきり紹介したらめちゃくちゃ反響があって、はい、わかります、覚えてます。はい、はい、わあネイビー来たと、47ネイビーっていうような形 で、うん、ですね、はい、非常にたくさんですね、皆さんの反応あったということで、今回待望のレギュラーラインナップに入りました。はい、はい、いやでもいいでしょこれ本当に。うん、まあ、結構例えるとロイヤルネイビーのネイビーに近い感じですね。スラントカーゴ、はい、うん、さらに、まあ、このディテールに関してはですね、 M47 の後期型ということで、うん、まあ、後期型なんで若干裾にかけてですね、はい、すっきりしているんですけど、はい、いい感じだと思います。はい、
じゃあ改めてですね、ディテールを紹介していきたいと思います、はい、まずこちらですね、はい、ベルトに関しては結構細めのベルトループなんですけど、はい、まあ、それこそまさにあの中村ウェブベルトとかですね、はい、バッチリ入る、はい、バッチリ入る太さになっております、はい、そして正面はですね、ボタンフライになってますね、はい、まあ、ヴィンテージらしい仕様です。そしてここが47らしいというか、この切りポケットで手を突っ込むと、はい、中に袋布がついている、はい、ちなみにこれはですね、かの有名なマルジェラがアーティザナルでこれ裏返しにして、あ、有名ですね、はい、ポケット袋に穴を開けたってやつをやってますね、はいはい、そしてこちらカーゴポケットに関してはですね、大型のフラップがついたポケットになっております、うん、カーゴポケットの下はですね、このように二重の当て布になってますね、まあ、コンバットパンツらしいようなダブルに、はいはい、そしてこの裾にかけてはですね、ストラップがついております、はい、そして背面に関してもですね、嬉しいバックポケットが両方完備ということで、はい、パンツとして非常に完成度高いと思います、はい、まあ、というわけで今回ですね、新たに4色目のネイビーが加わったということで4色展開なんですけど、サイズも実は大きく広がっています、はい、前回はですね、20の単位、だから21から27という、はい、いわゆるレギュラーレングスでの展開だったんですけど、はい、今回待望の10の桁が、はい、10の桁、11から17まで増えましたね、はい、いや嬉しいですね。これ前期ではそのサイズの展開あったんですよね、はい、だから私はもうオリーブとナチュラルもう1のサイズで揃えてるんです、うん、はい、だからこの後期にもその1が登場したというのは嬉しいですね。そうなんです、はい、まあ、そういうわけで選べるレングスが2種類になったということで、うん、はい、僕らもですね、ちょうど今これは中村さんで12ですね、 12のサイズを履いてます。なのでだいたい M 相当のショートレンズ、ね、はい、そうです、最高のサイズです。はい、はい、まあ、自分もですね、正直12も履けます余裕で、はい、なんですけど、まあ、レングスが変わらずということで、うん、あえてウエストが大きい、14XL 相当ですね、はい、XL 相当のショートレングスにしました。 な、はい、なのでウエストに関してはですね、ベルトで巻いてるんですけど、うん、まあ、こういった形で丈としてはですね、ちょうどいい高さなので、うんうん、まあ、あえてウエストは大きめでこんな感じで履いています。そうですね、いい感じですね、はい、まあ、13でもいけますね、12から13がちょうどいいサイズ感だと思います、うん、はい、まあ、というような形で非常にですね、サイズ展開も幅広いので、うん、皆さんですね、様々な体型の方いると思いますが、はい、自分にぴったりの一本あると思います、はいはい、続いてはですね、各スタッフで着用したこちらをご覧ください。いかがだったでしょうか、はい、今回はですね、待望再入荷のワイパーインク M47 後期型のカーゴパンツのご紹介でした、はい、まあ、今回ですね、新色ネイビーも新たに加わったということで、はい、さらにサイズ展開も広がったということで、より一層お選びしやすくなったんじゃないかなと思います、はい、こちらですね、肝心な気になる販売日は下記の日程で販売開始しますので、概要欄のリンクぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。